思い出のガンプラキットレ重集。SD ガンダム BB 戦士。G ジェネ。ボーナスプラモデルプレゼント。特攻ラ。ピピニー伝作戦参謀。特攻ラ出ます。おいよ。SD ガンダム BB 戦士。G ジェネ。ボーナスプラモデルプレゼント。ステージ2とは、バンダイさんが2000年にやってた BB 戦士のキャンペーンでござりまする。BB 戦士の G ジェネシリーズのガンプラを買うとだね。先着順で、手のひらサイズのボーナスプラモデルが1個もらえるという、すんばらしい企画だったのですよ。本当にね。でも、店によっては、ガンプラなら何でも OK なところもあったりしたものなのですよん。そうだ、その通り。ラインナップは、当然、プレイステーションゲームの G ジェネシリーズに登場した機体ばかりだったもんざいもん。ステージ2には、ステージ1の8種類と合わせて、全16種類のボーナスプラモデルが入っていたのだけれどもね。ガキンチョ向けの企画にもかかわらず、ミニキットはマイナーな機体が多かったのですよ。わけわかめ。喜んだのは、一部の収集拡大だったものなんだい。お、ラフレシアなんて出やがったぜ。なんて喜ぶ、どう見ても30オーバーのおっさんのお目目がキラキラ輝いておりました。家族が見たら泣くぞ、アホンダラ。キットの成型色は、紺色、茶色、蛍光グリーンの3色で、大当たりの金メッキバージョンが、一箱に1個だけ入っているのよね。まさに、金メッキバージョンを餌に、お客さんを釣ろうというパティーン。昭和育ちはくじ引きの類が飯よりも好きな奴が多いのよん。この手のギャンブル性のある企画はね、決して素通りなんてできないさがだからして。いい年こいたおっさんが、何度も、BB 戦士を買っていたものなのよん。お子様へのプレゼントですか？そうなんですよ、川崎さん。ラッピングとリボンもお願いします。今回紹介するキットは、これだ。特攻ラとは、ザンスカール帝国のベスパが開発した。全長370メートルにもなるモビルアーマーみたいなものざんす。V ガンに登場するモビルアーマーは強さがよくわからねえ機体が多いのだけど、特攻らは間違いなく強力な機体なのですよん。東洋の竜のような形状でして、でかいというより、どっちかといえば長い機体だったのでありんすよ。蜘蛛の形をしたダミーバルーン機雷を展開して宇宙を舞う姿は、まるで、漫画日本昔話のオープニングに出てくる竜そのもの。坊や良い子だねんねしなって名乗りで、ウッソ君を殺しにかかったものなのよん。ネズミがー。当時は、ドラゴンボールのシェンロンみたいだとも言われてたこともあったやね。よく見や、シェンロンよりはポルンガの方が似てると思う今日この頃。その他ナーガや、B 級ヘビーメタルのベアズとか色々言われてたところを見ると、それなりにインパクトはあった機体なのだと思いやす。V ガンの劇中で、オリファーさんが、V2 のコアファイターでアドラステアに特攻したことがあったやね。その時にできた破損部分を修理する時間を稼ぐため、ピピニーデン配下のモヒカンのおっさんが乗って出撃したのでございます。この時、彼氏が死んで土地狂ってたマーベットさんと、ガンブラスターの訓練中だったオデロとトマーシュは戦力外。まさに、ウッソ君の V2 の性能を見せつけるのに格好の舞台だったのよん。その通り。これが大量に量産されれば、地球連邦軍も全滅させられます。なんて、出撃前に機体をベタ褒めするという典型的な死亡フラグが超素敵。リガミリティアのモビルスーツを一機も撃墜することもなく、頭部にビームサーベルを突き刺されて撃破されちまったのよ。あいたたたー。次のお話では、ルペシノが乗るオレンジ色の機体が登場。海中で V2 と激闘を繰り広げるも、こちらも大した戦果を残さずに撃破されたのですよ。参ったねー。ってなわけで、青緑とオレンジ色の機体が別々に登場したのよね。竜の玉のような部分からはビーム攻撃、水中では、本体からのミサイル攻撃を多用してたものなのよん。下半身のテールラットと呼ばれる部分は、ブロック状のパーツで構成されており、被弾した部分をパージして無事な部分を再連結したり、複数のユニットに分割してのフォーメーション攻撃も可能、もちろん敵を弾き飛ばしたり、敵に巻きつけて締め上げるなど多彩な攻撃方法が魅力の機体だったんだい。ゲームの G ジェネシリーズでは、防御力がやや低く設定されてるものの、宇宙、空中、水中の適性が A な上に、飛行も可能なんで移動力も抜群。さらに、ヒットポイントや攻撃力も高いという、文句のつけようがない強力なユニットだったりした問題。欠点があるとすればだね。知名度が低いんで、使うやつが少ないことくらいなのですよん。キットは、トグロを巻いたデザインが愛嬌があって超素敵。立体化に恵まれない機体なんで、このキャンペーンでは、当たりの部類だったのは間違いねえのでござりまする。マニア向けの機体だよねえ。